アルベール2世は、第6代ベルギー国王。全名は、アルベールフェリックス・アンベール・テオドール・クリスチャン・ウジェーヌ、マリード・ベルジク。日は、イタリアのルフ・フォーディカラブリア公爵フルコ八世の娘で、アル・パオラルフ・フォーディカラブリア。姉に前、ルクセンブルク大公ジャンの日ジョゼフィーヌ・シャルロット、兄に、第5代国王ボーダン1世がいる。第4代国王レオポルド3世の、第3子。 即位前は、リエージュ校であった。兄の、第五代国王ボーダン一世には、子供がいなかったため、長らく推定相続人の立場にあった。1934年6月6日、ブラバント公爵レオポルド三世と、スウェーデン国王オスカル二世の三男、ベステルイエートランドコーカールの三女アストリットとの間に次男として生まれる。幼少期を、フランス、スペインで、 またブリュッセルで過ごし、母親の事故死と第二次世界大戦を経験する。1935年8月29日に国王と王妃がスイスのキスナハトにある別荘近くの道をドライブ中、レオポルド3世が運転を誤り者がルゼルンコに転落し、この事故で母である王妃アストリットが放御した。その後、第二次世界大戦が勃発、九百四十年五月に、 ベルギーは降伏する。一家はドイツへと移送された。アルベールの10歳の誕生日である1944年6月6日にノルマンディ上陸作戦が決行される。その後、一家はアメリカ軍によって1945年5月7日に解放される。しかし、彼ら一家は即座に帰国できたわけではない。戦後処理と国内問題によって1950年7月まで、 スイスでの亡命生活を強いられる。1950年8月の帰国後に、レオポルド三世は、退位を発表した。翌1951年7月17日に、兄のブラバント公、ボードナー王大使が即位した。1953年にアルベールは自ら志願して、海軍に入隊した。1954年に、昇位。1957年に、中位。 1959年に退位となり、最終的には1971年に中佐となる。1959年7月2日、イタリアのルフフォーディカラブリア公爵フルコ八世の娘で、あるパオラルフォーディカラブリアと結婚した。その後は、ベルギー赤十字やベルギーオリンピック委員会の名誉職に就いた。1993年7月31日、 スペイン南部に滞在中だったアニ・ボード・アン一世が、心不全により崩御した。アニ王には、子供がいなかったため、同年8月9日、リエージコ・アルベールは新国王アルベール二世として、即位した。アルベールが、先代の国王たちと違ったのは、オランダ語系住民と、フランス語系住民の対立が続いたため、1993年に、フラマンとワロンとの区分を、 主とする連邦制に移行したことで、連邦国家の国王となったところである。1994年2月17日に新憲法に署名した。アルベール2世はドイツ語を含めた3つの言語の理解を、促進、地域融和を訴える。アルベール2世は、人種差別や排外主義をスピーチの中で定期的に非難し、積極的に、機械均等と、 人種差別との戦いのためのセンターや多文化、社会支援団体のサポートをしている。即位以来、極右主義的な人物ないし彼の意図に反する人物を、王宮のレセプションに招待していない。また、第一次世界大戦終結の祝祭日である11月11日に、毎年式典を主催し、ベルギーの全国慰霊委員会など様々な愛国団体を支援している。 EU の取り組みにも支持を表明している。アルベール2世は宗教的な価値観にとらわれず、自らの信仰とは別に議会の決定を尊重するとしている。兄が妊娠中絶法案に反対したのとは違い、安楽死や同性婚を認める法案に署名している。2010年に総選挙が行われた際に連立交渉の難航により、 政権が一年以上発足できない事態に見舞われた。アルベール2世は演説で強い政府を形成するため、国の未来を救うために妥協点を見つけるべきだと、各党首に訴え、この危機への解決策を達成する粘り強さを示した。王室の近代化、民主化にも力を入れ、憲兵隊の廃止を決めた。2013年7月3日、国民向けのテレビ演説において、 高齢や健康状態を理由に退位する意向を表明、建国記念日である同月21日に、長男のブラバントコをフィリップに上位した。退位後も、ベルギー国王アルベール二世陛下の称号と尊称は維持される。生前に退位を行ったベルギー王は、1951年に退位したレオポルド三世に次いで二人目である。退位の理由として、年齢や健康問題のに、 ベルギー王室には豪華なヨット購入や相続税のガレ疑惑が浮上し国民の不満が高まっておりこれから逃れるためという説もある。また2013年6月にはアルベール2世の隠し子だと主張する女性がブリュッセルの裁判所で訴訟を起こすという騒動が発生しておりこれらの批判を交わすという側面も指摘されている。また後継者フィリップは 国王としての再閣に欠けるとの評価もあり、2014年に予定されている選挙を前に、フィリップが政治経験を積む期間を設けるためであったとの説もある。パオラ王妃との間に二男一女を設けた。孫は、ベルギー王大,大使である、ブラバント女皇エリザベートをはじめ、合わせて12人にいる。2016年には、初総村となる、オーストリアイコールエステ大公女。 アンナー・ストリットが誕生した。アルベール2世がシベルド・セリス・ロンシャン・ジョ団尺と愛人関係にあったことは、ベルギー国民の公然の秘密とされてきた。1999年、パオラ王妃の非公認の電気によって、ベルギーのアーティスト、デルフィーヌ・ボエルがアルベール2世とセリスとの間に1968年に設けた隠し子であるとの疑惑が持ち上がった。2013年、 アルベール2世が健康上の理由で生前退位したことにより不卒位特権を失い、卒位することが可能となったため、デルフィーヌは認知を求めて提訴した。アルベール2世がデルフィーヌを呼び出し、自分の子ではないことを通告したことが提訴のきっかけになったとも言われる。その後、裁判でアルベール二世はデルフィーヌとは一切の関係がないと主張し、二0 1八年には、 裁判所より DNA 鑑定を求められたが拒否した。2019年5月、DNA 鑑定を拒否した場合1日5000ユーロの罰金を支払うよう裁判所が命じたため、ようやく DNA 鑑定に応じ、その結果デルフィーヌは法的な父親ジャック・ボエルとは血縁関係がないことが明らかとなり、裁判所はこれをもってデルフィーヌの実父はアルベール2世であると推測されるとした。 2020年1月27日、アルベール2世は弁護士を通じてこれ以上は争わないと表明し、デルフィーヌを実の娘と正式に認めた。アルベール2世にとって4番目の子供ということになる。2020年10月2日に、ベルギーのコース裁判所はデルフィーヌ王女と認定し、兄や姉と同じ待遇を受ける権利があると表決した。ベルギー国王には、イギリス君主から、 ガーター勲章が送られるのが慣例だったが、アルベール二世には送られなかった。これは、イギリス女王エリザベス二世が、ボードアン一世の葬儀に出席した際、葬列の最前列を求めたのに対して、ベルギー側が、最前列は、最も親しかった、王族専用にしたいと断ったことを女王が恨みに、思い、その意思返しだったと言われている。百三十四年六月八日付で、 アルベール王子誕生を祝して、昭和天皇が祝伝を発し、ベルギー側は9日に受領したと当弁があった。1958年、ブリュッセル万国博覧会が開催された際、アルベール王子は、法志路した高松宮信人親王と同飛菊子を艦隊し、日本館では菊子妃に箸の持ち方を習った。1963年頃、 海外経験のない孔順皇后が外遊を望んでいることを知った、菊子妃は吉田茂元首相を介して佐藤栄作首相に昭和天皇孔順皇后の外遊の話を伝えた。同時期に来日したアルベール王子に対しても晩餐会の席上で菊子妃は天皇皇后の外遊について話し、外遊経験がないことに驚いたアルベール王子は アニボーダン一世に働きかけることを約束した。その後、ノブヒト・とアルベール王子の間で親書が交換され、佐藤首相や宇佐美武ケ内長長官らとの協議を経て、ベルギーを含む欧州各国への訪問が実現した。ありがとうございます。